ノーフォーク教師局第一番補担長は、1906年に、レーフ・ボーン・ウィリアムズが作曲した、還元楽のための教師局。1914年に改訂されている。この曲は、ボーン・ウィリアムズが、イングランド東部のノーフォーク、特に、キングズリンの港町とその周辺で採集した、民謡が土台となっている。1905年から1906年にかけて、 ノーフォークの民謡に基づく、還元学のための教師曲が3曲書かれており、この曲はその中の1曲である。ノーフォーク教師曲第2番に単調は断片のみが現存しており、スティーブン・ホッカーによって再構成されているが、第3番は失われている。音楽評論家のマイケル・ケネディが提示する説によると、ボーン・ウィリアムズは3つの教師曲を1つの、 ノーフォーク公共曲として演奏されるものとして構想したが、これは実現しなかったのだという。第1番の初演は1906年8月にロンドンにおいてヘンリーウッドの式で行われたが、その後1914年5月のボーマスでの演奏に際して曲は大きな改定を施された。第2番と第3番は共に1907年9月の カーディフ音楽祭で作曲者自身の指揮により初演され、後に1912年4月のロンドンでも演奏されたが、その後しまわれてしまった。第3番は破棄され、また第2番も出版されることはなく、ボーン・ウィリアムズが1914年に第1番の大改訂を行った時に引っ込めてしまったようである。そして、その素材の一部は1926年の イングランド民用による6つの修作に転用されている。にもかかわらず、最後の2ページを除いて、総交付が残されていたのである。リチャード・ヒコックス式、ロンドン交響楽団の2002年の録音では、失われた集結部がスティーブン・ホッカーによって保管されている。この録音は、一度限りの疎遠にするということで、 レーフ・ボーオン・ウィリアムズ協会から許可されたものだったが、2004年にバービカンセンターで行われた音楽家事前基金のロイヤルコンサートでは、同じ指揮者とオーケストラが州政府によって公開演奏を行った。約11分半3つの教師局を公共局に見立てた場合、第1番は第1楽章に相当する。まず、ザ・キャプテンズ・アプレンティスと、 ザ・ボールド・ヤング・セーラーという二つの歌による導入部で始まり、アレグロの主部がそれに続くが、これは A バスケット・オブ・ X、オンボード、A90,8、ワード、ザ・パイレートという三つの歌を下敷きにしている。第二番は公共曲の第二、第三楽章を束ねたものとみなすことができ、感情楽章の中間にスケルトが挿入された形式をとっている。 ここでは三つの民謡が用いられており、すでに第一番で登場したワード、ザ・パイレートが再び現れる。第三番は修学賞に当たっており、急速な更新曲とトリオが四つの民謡から成り立っていた。しかし、1920年に完全に破棄されてしまった。注釈主典。ありがとうございます。